リオバンバ、スペイン語発音、リオベータアンバは、エクアドル中央のチンボラソ県の県と、2010年の人口は146,324人。アンデス山脈から流れるチャンボ川沿いに位置する。首都キトから約200キロメートル南に位置する。交通の要衝であり、パンアメリカンハイウェイが通る。チンボラソ火山が近い。世紀後半に、インカ帝国が進出する前は、 プルハ人が暮らしていた。プルハ人の強い抵抗を受けたワイナカパック皇帝は、プルハのコンドラソ将軍と同盟を結ぶことでようやく平和を達成した。1534年8月15日、ディエゴデアル・マグロがサンミゲル・平野に村を建設した。1563年、スペイン帝国の EN、ロイヤル・オーディエンス・を武器とに組み込まれた。 1797年、リオバンバ自身が発生し、都市は完全に破壊された。1799年、廃墟から14キロメートル離れた位置に新たに都市が建設された。1820年11月11日、エクアドル独立戦争の中で、リオバンバは独立を宣言したが、すぐに取り消した。1822年、大コロンビアに組み込まれた。 1830年、エクアドルに組み込まれた。2002年11月20日、軍事倉庫が爆発し、7人が死亡し、数百人が負傷した。地震や火山噴火のような音が発生し、1.5km 先の窓ガラスが割れた。トゥングラワ火山。ありがとうございます。